晴れ晴れの皆さんです。長野の駅前で長らくストリートライブをされてきたカリスマ的人気を誇るこの晴れ晴れの皆さんなんですが、2年間ストリートライブで一度も雨が降らなかったことがこの晴れ晴れの由来なんだそうです。それでは晴れ晴れのみんな行ってみよう。どんな熱力にいても一人じゃどうだ味そうで信じてみようっていたこと笑ってよ。言葉にできない想いだらけだ逃げてしまう目はどうにかなるかな。思いがけない強い風に手を明日はきっと飛び立てるね。実はなくてもどんなに強くにいても一人じゃこぼれ落ちそうで飾らない想いも頼むと燃えた走り出そう。失くした今はさ誰のせい。ため息をついて見失う。少しだけ早く走り出し空は君の幕を待っている。窓開けてさ届かない雲もどうやって変わったどりつける。どんなに契約化してもいいことばかりじゃないよね。僕らの声が重ねてたこと笑ってよ。今しかない青の場所へ僕ら目指す飾らない想いも燃え帰る向こうへと走り出そう。走り出そう。晴れ晴れの皆さんありがとうございました。さあつんくさん、ちょっと頭上をご覧ください。つんくさんのその頭上で光り輝いているのがそう生まれ変わりました瞬間集計ロボットのレーダーくんでございます。会場の皆さんはこちらのレーダーくんに向かって赤い打ちを上げることになっております。さあそれでは参りましょう。晴れ晴れの皆さんのあの場所へ、うん、これはブレイクすると思われた方、うちわの赤い目をレーダーくんに向けてください。どうぞ。それでは集計いたします。3、2、1、照明さん安定。さあ目で見るとずいぶん上がってる。見えるぞ。どこ79.3%。すごいすごいすごい。ランキングです。いいやんか。ね。2位入ったよ。ありがとうございます。2位入った。よかったよね。かわいいかわいい。何歳みんな。今19ですね。誰が？男は19。男子19。で20歳になりました。一番先輩なの。はい、さあ、じゃあそんな晴れ晴れですが、はい、さあ俺たちにとってちょっとこの辺までいったら俺たちちょっとブレイクしたんちゃうのみたいな目標ブレイクポイント。教えてもらいましょう。そうですね、はい、こっちに上京してきてからですね、うん、ずっと路上ライブもやったりとかしてたんですよ、うんうんうん、今はまだできるので、うん、それをスタッフにこうやめてくれっていう、ちょっと危険だから人集まりすぎてぐらいになったらっていう注意されたいね。よかった。じゃあそんなね晴れ晴れこれからも応援してあげてくださいよ。サンキュー。ありがとう、はい、ありがとうございました。さあ続いてのアーティストは